ちょっと待って、あ、すいません、イチャつくなよ。めちゃめちゃイチャついてたから今。あ、ごめんごめんごめん、いけてるかな、イチャついとるやん。あ、すいません。え、どういういきさつ。あ、いきさつ、いきさつは依頼で50円で買って、あ、そうです、俺自分の一日50円でやってるから。うん、で、鬼、名古屋で、鬼ごっこしたいっていう、みんなで鬼ごっこしたいっていう依頼で、じゃあ行こうっつって名古屋で鬼ごっこ、その日10月の、それが26日。すごいメンバーで集まったな今日は。じゃあ走るか。ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。当たってやったらいけます。なるほど、早いですね、スパンが。ちょっとスパン早すぎて、ちょっと僕はね、持たないですよ、肺が爆発します、そんな人ら。はい、不思議だったのは、うん、なんでその小谷のために、うん、その例えば大阪から神戸にも行って、うん、でまた戻ってきてて3日間ぐらい一緒にいたんだよね、うん、とか、あと交通費で何万円っていう費用をもんちゃんが持ってて、新幹線代、そうそうそう、なんでそんなにこう小谷のためにしてあげられるのっていう、うん、でまあその付き合っちゃえばみたいな話をしたら、付き合うのは嫌だと。素直、うん、嫌だと。嫌だ。ただまあ結婚するんだったらちょっと面白いかもみたいな。うん、単純に、うん、なんか人脈広がるかなぐらいな。うん、こいつは結婚して。もう半分利用みたいな。あ、いや、それあの当初はですよ。ただそこで酔っ払ってた気狂ってる一人の女の人がいて、そう、スージーさんっていうね、さっき言ったシンガポールの人が、じゃあもう今から結婚しようよって。ほんだヤン君とスージーさんが、じゃあ証人になってあげると。うん、で、印鑑もたまたま持ってると。たまたまで、まあ、渋谷区役所行って、その足 で席入れて、で、注文してないからな、まだ一回も。なんか渋谷のスクランブル交差点行って、世の中ど真ん中で中、それ次じゃない、一つ中、ちょっと辛いなって思いながら、こんな感じやな。で、次の日親に挨拶しに行って、向こうはさ、まあそらど本当の馬の骨が分からないやつが来て、いきなり来て、で芸人や言うても分かれへん、そんな意味わからないな。で、収入はいくらだみたいな。1日50円とか言えるわけだよな、もう。言えるわけないよな。1ヶ月丸々働いて1500円やねんから、無理やな。いや、昨日渋谷区役所で席入れたから、どうかって言って、かっこええとかしてんの。ええ、言えたみたいな。いや、びっくりするよね。で、最後もう、仕方ないねって言っちゃう。それがすごいよ。そう、それがすごい。なんか手繋ぐのかな。カップルっぽいやん。カップル夫婦やから完全に夫婦やから。今日の文章見て、大力で77歳、帰りの文章でした。あ、いいや、よかった。これから帰って、遅いよ。おかしいやどんな経緯でも読めやめや。ヤンクいるし、え、ヤンクいるし、勘弁してくれよ。ヤンクおれへんと思ってくれ。あ、どうも。どうぞ、どうぞ、お願いします。ちょっと一回カメラ回して。あ、もうすでに回す。すげー。